りました。お疲れ様です。お疲れ様です。久しぶりの昼夜公演かも。こんばんは。そう、昼夜久しぶりね。久しぶりね。久しぶり。寒いし、しかも。こんばんは。ありがとうございました、来てくださった方。確かに言うてね、今日でまだ2回目3回目とかなんですけど、慣れへんね、やっぱり。まだ DMM で見てたよ、ありがとう。お、今日昼公演入ってまいちゃんのこと気になるわ、うれっぴー、ありがとうございます。そう、今日はなんでやねアイドル担当でしたね、アイピと。でサイリウム折れた、何したん、そんな良かったか。ペンライト折れるほど何か興奮したのか。入ったけどマイティが生き生きしてね、楽しいですよ。ナンバライティ公演楽しかった。爆笑の回、どこが爆笑やったんかな。めっちゃ笑ったからな今回。今日も、まあ、またアーカイブが始まったら皆さんいっぱい見てください。 DMM もそう、日替わりよ。まあ昼夜公演は一緒なんですけど、さすがにちょっと、まあ、リハーサルのこととかもあるから、日替わり、そうね、日替わりです。昼夜公演はあれやけど。お、秀元さん、くま、ありがとうございます。わ、ラブレターまでありがとう。こんばんは。どんな公演か、わ、それはもう車でのお楽しみです。 P のとこ、そう、なんでアイドルってね P が入るんです。まあそこに、まああるんですけど、その、まあ、下ネタ、まあ、ちょっとお下品な言葉なので P が入るんですけど、僕もちゃんと口パクではちゃんと言ってますよ、私。まいちゃん、そう、私もいつかゴリラしますからね、皆さん覚悟しておいてくださいっていうの。もういよいよ平山ゴリラが出てしまう。昼声見ました。マイティめっちゃ楽しそうでも楽しいよ、ナンバーライティ公演。やっぱりもう楽しいっていうのが、まあ面白、まあそうね、楽しい公演っていうのも一つのテーマではあるから、めっちゃ楽、わ、なんかめっちゃ楽しい言ってくれるね、みんな、ありがとうございます。あ、ゆうかもくま、ありがとう。かわじい言うな、かわじい言うな。え、ね、青春念仏癖になるでしょ。なんか踊りたくなるし、歌いたくなるし、いいよね。あれもこのみんさんが振り付けしてくださって、皆さんあんまり NMB の歴史、いや、そうね、いや思った今日、ね、お昼に NMB のマニアッククイズみたいなのしたんですけど、みんな全問間違い、ほぼ間違いで、まあもうあれです、過去は振り返らず今を生きていくスタイルでいきます、私。むっさいわけやけどね、また次いつか分からへんけど、また来てください皆さん。やばい、このまま寝れるぞ、このまま寝れちゃう。ありがとうございます。そう、日替わりが多いから多分何回来ても楽しめると思うし、今日はこれなんやと、まあその企画 MC とかもね毎回変わるから、楽しみがいっぱいです。ワイティ、そう、ワロタの煽りも普通やったら「笑え!」とか「逃げろ!」やけど、なんかまあせっかくバラエティーやし、ふざけちゃおうと思って、でももうネタないです。もうネタ切れ、もう3回やったけどもう思いつかないです、私。だから明日から何をどう煽っていくか考える日々が続きます。これありがとう、かまじ
そうかま、なんかね、誰やったっけな、ゆずはさんが、ゆずはさんから始まったんです、かまじい呼ばわりは。え、でも、いや、ちゃう、ゆずはさんに言われて、で次カレンさんはそのゆずはさんが言ってたことも知らずにかまじいって言われてたから、ほんまにかまじいって思われてるんやと思います。ね、でも曲もさ、振り付けがキャッチーなものが多いから曲でも楽しめる感じね。お疲れ様、 ありがとうございました、来てくださった方。初日の DMM 見ずに、初日の気分で、いいよね、なんかこうセットリスト見ずにさ、挑戦とか見に行く。前はいつも見ちゃうタイプでした。あ、アイナちゃん、クマありがとう。そう、今日はね、昼はハーフツインして、夜はまとめてみた。夜はね、あ、違う、昼はね、それこそなんでやねんアイドルで、あの渡辺麻友さんの名前を出す場面があるので、ハーフツインしようと思って。初見です、はじめまして、はじめまして。もう完全に体力を使い切ってしまったのでね。お疲れ様、ありがとう。今日も帰ったプータンと話す、プータンに話聞いてもらう。このプータンっていうのが何なのかは、まあ、知ってる方もおると思うんですけど、詳しくはアーカイブで。初めて見たけど可愛すぎた、にゃーん、ありがとうございます。もうね、この公演はね、体力も脳も使うんです。もうやっぱり MC も多いし、そう、すぐ私は煽りとかもさせていただいてるし、もうねパンパンですよ、脳みそも筋肉も。楽しいからね。お、昼楽しかった、ありがとうございます。ハーフツインターンと、確かに結構多いかもね、ハーフツインするメンバーが。1000件の感想、そうそうそう、そこもさ、日替わりというか自分らで考えてるんですけどね、ハートの6000件も。まあでも、まあ、本来なんてやろ、どっちがいいみたいな感じやけど、やっぱりバラエティやからちょっと変えてみようっていう感じ。頭がね、回ってないですね今ね。そう、自己紹介のとこもあるし、めっちゃ多いねって考えたら、この公演は。みのるさん、お疲れいっぱいありがとうね。そう、じゃんけんとかもありますし、もうね、すっごいよほんまに、一回来てみてほしい、お時間ある方、無理せず自分の来れるペースでね。お疲れ様です。そうね、夢中ライブもね、私はね、そうで、オリメン、ユニットは基本は人魚のバカンス。アイドルラン高す、アイドルランってなんや、アイドルラン高すぎやん、アイドルランキング。何やろ。あ、マーキちゃん、クマありがとう。あ、コテツさんもセンスありがとう。あ、うわ、すごいぞみんな、クマが来た、すっごいクマが来た。すっごい、なんかお正月バージョンのクマちゃん来ました。あ、楽しそう、ありがとう。ミノルさん、ミノルさんか、ありがとう。クマタワー、クマタワーか、これがクマタワー、ありがとう。
あ、はじめまして、バロダのあおり。まあ、次もおもろいの考えときます。おもろいかもしらんけど、ゲスね、一回しかやったことないかも。確かに確かに。わ、ミノルさん、なんやこれ、すごい。金のみかんバージョンのクーマ。ミノルさんありがとう。すっごいクマタワー。ありがとうクマ。ありがとうね。鏡餅クマさんや。そうか、それを言いたかった。鏡餅や。ありがとうございます。これもういつまでなんやろね、このショールームバージョンじゃない、お正月バージョンのショールームはいつまでなんやろか。寒っ、お寒っ。まあね、アルバムも3月8日に発売されるので、こんばんは。そう、なんでやねんアイドル、私ね初やったんです。あ、踊ったことはあるけど、あのセリフ言うのが初めてやったからめっちゃ緊張した。かま、ギリ噛んでないかな、噛んだっけな、ちょっとあんま覚えてないんですけど、多分いけたと思う。センターよかったよ、はありがとうございます。そう、私はもう愛花からも若にゃんからもいろいろもう、はい、被害者です。もうこれもちょっと DMM 見てください、昼公演。なんでねん、あ、そうそう、なんでやねんも日替わりです。あのセリフ言うのというか、あ、お疲れ様です。ゆうあしくんで配信します。そう、早く言わんとね、間に合わんのよ、なんでやねんは。ポケカはね、また新しいのが出るんですけど、まだ発売されてなくて、手に入って、またね、買えたら。そう、なかなか買えないんですもん、今ポケモンカードが。開けたんやけどね。こんばんは。そうよ、今日も我がにゃんが、まいちゃん今日公演上中止よとか言って、あ、何言うとね、思ったら愛花からも同じこと言われました。あ、してないですよ、してませんけど。してないけど同じこと言うてた、二人とも。待って、夜声は手羽先食べたいって、もう今一番食べたい、手羽先。あ、ゆうからぶれてありがとう。わ、なんやこれ、なんて思うや。お、しゅうさん、ひでさん、なんて思うやろ。レインボースターありがとうございます。そうよ、もう反省会もちゃんとしてますから、輝いててありがとう。あ、ベルさんめっちゃ可愛い、ありがとう。そうよ、私なんかしたかな、そんな、そう、七期にはそう言われるんです。みんながなんか、まいじゃまいじゃんって、まあ嬉しいんですけど、嬉しいけど、あのね、もう隅野さんとさつきさんに関してちょっとね、もう最近すごいよ、もう前ほんまにスルーしてるもん。申し訳、最初はいや無視すんのかわいそうやなと思って返してたけども、最近はもうその領域も超えました。もうスルーしてます、スルーが一番。
な、舞ってなんかしてんのかな、そういうなんかあるんかな、お母さんみたいな感じになっちゃってんのかな。罪な女、ありがとう。出れはない。あ、たまにあるけど、たまに舞が、え、でもこんなん言うてるけど1週間に2回ぐらい、まあ、舞が愛華に甘えるわけで、甘えるではないけど、なんか舞がめっちゃ変なことして愛華に起床みたいな言われることも全然ある。たまにね、立場逆転するんよ。そう、舞は甘えるわけじゃないんですけど、そう、まあそういうのもね、いつかお見せしたいと思います。そう、 N では舞はもう赤ちゃんになれるから、そう、お疲れ様でした。じゃあちょっとランキング読んでいきますね、皆さん。あ、マルル、クマありがとう。ヒョウ柄グマやイカツ。じゃあ13位青森のっちゃんありがとうございます。12位コテツさんありがとうございます、写真。11位アイナちゃんありがとうございます。10位みそたこありがとうございます。9位まきちゃんありがとうございます。8位野原しんのすけのすけさんありがとうございます。7位ベルさんありがとうございます。6位ユッキーありがとうございます。5位りょうじさんありがとうございます。4位これお名前なんて読むやろ、あ、しゅうさん、あ、しゅうさんや、しゅうさんありがとうございます。ほんで3位ゆうか、今夜ありがとう、こちらこそありがとう、わざわざ来てくれて。ほんで2位ひでもとさん、まいちゃんありがとうございます。今日か昼かありがとう。ほんで1位がみのるさんありがとう、たわーにこもくまさんいっぱい、みんなありがとうございます。今日はゆっくりいっぱいご飯を食べて寝たいと思います。あ、初見さんありがとうございます。ほなね、みんな DMM も見てください。次の公演いつかは分からないんですけど、まあ、ナンバーライティだけじゃなくてね、あの夢中ライブの方も来てください。皆さんも、まあ、体調には気をつけて、ありがとうございました。バイバーイ。